うさぎ放送局。突然ですが問題です。この座席は何系の座席でしょうか？これは、補助席ですね。これでわかるかな？はい、答えは快速マリンライナー5000系の更新型のモケットでした。ではこちらは、もうこれで明らかになりますね。もう全然違いますね。ということでこちらはゆったりやくも 381系 特急型車両のモケットでした。では次はこちらは何系の座席でしょうか？ちょっと色味はガラス越しに撮影してるんで若干異なるかな。はい、こんな感じです。ということでこれが227系の座席のモケットでした。というわけで今回はよく似ていると言われる5000系快速マリンライナーの座席と227系の座席を比べていきたいと思います。ただちょっとね、今回5000系快速マリンライナーの方は実際乗車をしたんですけれども、227系の方は乗車をしていませんので、227系の方はホームから撮影した映像のみとなります。ご了承ください。それでは今度は両方の車両のモケットを比べてみましょう。色は5000系の方は直接撮影してるのに対して227系の方はホームから窓越しに撮影してるので若干ちょっと違うところはあります。ただの柄に関してははっきりわかると思うんですけれども、全く違う柄ということがわかります。はい、5000系の方はJR 四国の7200系ですね、こちらのモケットと同じというふうに言われております。
ちなみに7200系のモケットはこちらです。5000系と比較するとこんな感じ。ちょっと7200系の方が写りが悪くて、分かりづらいですけれども、同じ柄というのは分かるかなと思います。多分色味は写りの問題ですね。はい、うさぎ放送局いかがだったでしょうか。今回は、5000系と、ね、227系のモケットを比べてみたんですけれども、比べてみると227系の方がちょっと写真では写り悪かったですけれども、明るい感じというか、赤っぽい感じがするかなと思いましたね。はい、ただちょっともうちょっとね、227系の方はまた乗車した時にちゃんと車内でね撮影して、もうちょっとちゃんとした比較もしてみたいかなと今回思いましたね。はい、ではこの後は5000系と223系5000番台連結の快速マリンライナーが茶屋町駅に到着する様子と、227系普通列車の広島行きが糸崎駅を発車する様子をご覧いただいて、その後ボーナストラックでさらに、私の感想を話していこうかなと思います。放送局。はい、皆様こんばんは、としあきです。動画をご視聴いただきありがとうございます。あなたのために心を込めて動画を作りました。今日の動画は227系の座席モケットと快速マリンライナー5000系の更新モケットを比べてみたということで、よく似ていると言われている両者のモケットを観察してみたという動画です。はい、本当にねよく言われているんですけれども、5000系の更新モケットですね、こちらと227系のモケットが当初同じじゃないかっていう風になんか言われてたような気もするんですけれど、で両者ともねだいたい同じ時期になんか出てきたような気がして、ちょっとどっちが先だったかっていうのはちょっと記憶が定かではないんですけれども、はい、まあまあ同じぐらいの時期に出てきて、で、結局のところ5000系の方は7200系のモケットを流用してるっていうことが分かったという話なんですけれども、で今回7200系のモケットもね一応ちょっと写りが悪かったんですけれども出しました。はい、でこれでもうね本当に見比べれば一目瞭然、柄が全然違ってたんで、5000系とね、227系のモケットの柄はね、はい、だから絶対違うと、まあ、会社が違うからね、ということで、のね違うという決着でした。はい、で今回ちょっとね新しいクイズ形式みたいな感じで、冒頭やってみたんですけれども、まあ、なんかあれの感想とか、分かったよとかね、いうことがあればね、難しかったよとかね、はい、あればあのコメント欄の方に書いていただけると、ちょっと返信できなくても見てはいますので、はい、
よかったらコメントよろしくお願いいたします。はい、まあまあゆったり焼くものを 381K を間に挟んでくるっていうところもねちょっとねあれはあれもでもね色味は似てますよね。なんか赤系の色はいいのかな、うん、ということで高級感はまあまあなんかあるような気もしますよね、赤系のモケットね。はい、そんな感じで今回はね比較をしてみたんですけれども、ちょっとあの227系ねもうちょっと車内ね映したらよかったんですけれども、ちょっとねまたあの227系はねちゃんと撮影に行って、あの動画の本編の中でも言いましたけれども、もう一回ちょっとねちゃんとした比較してみてもねいいかなと思いました。はい、ちょっと色味がどうしてもちょっと同じカメラで撮影したものではなかったんで若干違うかな、まあ、あとライティングとかの、ね、あの影響もあるからできれば昼間がいいのかな、うん、色味はね本編で言いましたけれども見た感じは227系の方が明るい感じがしました、うん、ただちょっとねこれも本当に見比べないとわからないかなと思うんで、同じカメラでね撮影してできれば同じ条件がいいんですけれども、ちょっとそれは無理かなと思うんで、できるだけ同じような条件で撮影できたらね、色もね、見比べれると思うんで、はい。そんな感じで、今回は比較をしてみました。まあ、こんな感じで、こういう風な動画もね、公開しますし、まだあと旅動画も撮影していますし、鉄道のね、旅動画ですね。あとは普段は、まあ、駅で撮影した動画とかもね、撮影して公開しておりますので、よかったら、チャンネル登録、お済みでない方、チャンネル登録していただいて、で、他の動画もね、いろいろ見ていただけると嬉しいです。それではまた、次の動画で、お会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。